Google 検索でブラク地名相関で検索すると、光十さんブラク地名相関とかいうそういう文章が出てくるんですよね。で最初に言っておくと、これって相当いい加減ですからね、こんなの当てにしちゃダメですよ。でこれ何かっていうとね、今から15年ぐらい前、2006年だったかな、インターネットでなんかブラク地名相関出回る2チャンネルにリンクが貼られてるみたいな、そういうニュースが新聞報道されたんですね。でこの新聞報道のきっかけになったのが、ヒューリア・ミエ、反差別人権研究所、松村元樹君かな、あのブラクの話にも出てた人ですよ。このチャンネルでも時々僕は言及してるけども、その人が2チャンネルで見つけて、それでまあ新聞に垂れ込んだというか報道させたっていう経緯なんだけども、でもこれもともと何かっていうとですね、2チャンネルってね、部落の地名書くとね、速攻でアボン消されるっていうことがあるんですね。でそれで消された地名を誰かがまとめたのがこれなんです。ただ2チャンネルの削除人がね、部落の場所をちゃんと知ってるとは思えないから、だから消されだから部落ってということにはならないしね、だからね、相当これいい加減です。まあ、全国部落調査もね、あれも大技ぐらいまでしか載ってないから、まあそれでピンポイントに分かるっていうわけじゃないんだけども、これは本当に全く関係のない地名が羅列してあったりするんで、あんまり当てにならないですね。松村元樹くんが言うにはね、あの三重県の地名に関しては、まあ、一つ違ってたみたいなことを言ってましたね。だからまあそこそこね、部落の地名も書いてあるんだけども、これに書いてあるから部落だっていう風な判断っていうのは基本的にできないんでね、いや本当に部落の場所を知りたかったら、ちゃんとね、あの解放新聞だとかね、あとはあのブラック解放とかヒューマンライツとか、そういう書籍からちゃんとね抜き出してくるとかですね、あとはあの行政資料、郷土資料、そういうものからここに動画施設があったとかね、そういうところからちゃんと特定していかないと、こんなねネットで流れてるいい加減なものを当てにしちゃダメっていうことなんですね。ただまあね、松村くんとかメディアなんかもね、こんなものをね大々的に取り上げるっていうのはおかしいんですよ。いい加減なものだったらいい加減なものだっていうふうにね、はっきり言えばいいんだけども、ブラク地名相関が出回ってるけしからんとか、なんかそういうふうに大々的に取り上げるから、余計説得力を持たせてしまうんですよね。まあただね、これあの Google 検索で出てくるのは僕は載せたものですよ。でなんでこれ僕は載せてるかっていうと、まあとある裁判があってね、あの今回の全国部落調査の裁判とはまた別ものですよ。その時にまあ、あれだ、ああだこうだ言われたんで、まあ、ネットで流れてるような情報なんて、こんないい加減なものだっていうことを示すために載せたのが、この文書なんです。だから訴訟資料として、アップロードしてるっていうだけのことなんですね。だからまあそのあたりもね、ちゃんとね注釈すればいいのかもしれないけども、まあ一応原文をそのまま載せてるんで、それを見た人が勘違いしてしまうっていうことです。だからね、まあ、改めてね注意喚起するんだけども、まあ、せっかくねこのチャンネルで学習してるんで、こういうインターネットにはいい加減なものが流れてるっていうことをね、そういうことをちゃんと認識してください。あともうちょっと広く言うとですね、近所であそこが部落と言われてたっていうのもね、結構ねいい加減だったりするんです。ただね、年配の人とか、あるいはね、こう真面目に研究してる人で、もう本当具体的にね、まあそこには、あの、先民が住んでた記録があるとかね、童話施設があったとか、そういうふうに、ちゃんとこう、根拠を出して言えるんだったら、まあそれは信頼できると見ていいんですよ。ただまあネットに載ってたとかね、誰それが言ってたみたいな、その程度のことだったら、まあかなりの確率で嘘っていうことが多いので、だからこういうものに関しては、あの、あまり当てにしないでください。部落地名相関、光十さん、これは当てにならない。これが事実です。本当に当てになる資料っていうのはやっぱりね、まあ今のところ一番、まあ、その、正しいというか、まあ、童話事情なんかの基礎にもなった資料としてはやっぱり全国部落調査ですね。で、部落地名相関の元になったのが全国部落調査。まあそういうことについてはちゃんとね、この基本的な知識として皆さん持っておいてください。ということで今日は注意喚起のために、この光十さん部落地名相関はいい加減なものだっていうお話をいたしました。